修士1年の藤沢美咲と申します。健康情報学分野についてご紹介いたします。本日はこちらの3点についてお話しいたします。まず皆さん、健康情報学とはどのような学問だと思われるでしょうか。健康情報学とは、健康や医療に関わる情報の質、その利用状況や理解、行動、健康への影響を研究し、その問題解決を支援する情報、コミュニケーションの在り方を追求する学問領域です。私たちは情報を作る、伝える、使うという3つの局面で捉えています。従来、医療情報とは研究者が作った情報が中心でした。しかし、近年のソーシャルメディアなどの発展に伴い、消費者が発信する情報も重要となってきています。この情報はシステマティックレビューや診療ガイドライン、マスメディアなど様々な媒体で伝えられ使われます。その際には、情報を正しく使えているかというヘルスリテラシーという問題も生じてきます。そして、使われた情報から新たなニーズが生まれ、このように循環していきます。次に、行動や意思決定の要因についてです。人々の行動は情報、価値観、資源という3つの要素に影響されています。健康情報学では、この情報の質にこだわり、適切に解釈された情報が共有され、社会におけるさまざまなレベルでの問題解決や意思決定を支援できることを目指しています。さらに、従来の量的なエビデンスだけではなく、実績やナラティブも重視しています。そして、私たちは情報を通じてさまざまなプレイヤーと共同しています。以上を踏まえて、私たちは生老病死に向き合うとき、人間を支え力づけられるような情報、コミュニケーションとは何かを追求し、研究や実践を進めています。ここからは教室の様子をご紹介いたします。この教室はさまざまなバックグラウンドを持ったメンバーで構成されているのが特徴です。医療系の方々はもちろん、非医療系の方々も多く在籍しています。僕自身も学部から入っていて、非常に本当に多くのことを学ばせてもらっています。またこれらの国からの留学生も在籍しています。こちらは教室ミーティングの様子です。真ん中で熱心にご指導くださっているのが中山教授です。それぞれのバックグラウンドを生かして、刺激的で活発なディスカッションが行われます。最後に研究のご紹介です。現在、健康情報学教室では中山先生、高橋優子先生、高橋義光先生、岡田先生の4名のご指導のもと、研究活動を行っています。昨年度の研究テーマがこちらです。今まで多くの研究が受賞を受けています。そして、国際共同研究も行っております。ぜひ興味がありましたら、G棟2階にお越しください。ご清聴ありがとうございました。